皆さん、はじめまして、こまみと申します。今回よりボートレース大村と日刊スポーツの船券王決定戦優勝戦の予想動画対決に参戦させていただくこととなりました。どうぞよろしくお願いします。簡単に自己紹介しますと、福岡県福岡市在住で、前職はレースクイーンをしていました。趣味は旅行とボートレースで、ボートレース歴は約10年間です。好きな選手は高塚誠一選手と小川浩二選手で、この2人が走ってるレースはついつい勝ってしまいます。どちらかというと本命党ですが、この企画では回収率が大事ということで、穴予想も出していけたらなと思います。ぜひ皆さん、船券購入の際、私の予想を参考にしていただければ嬉しいです。はい、ということで本日10月10日の日刊コムカップ優勝戦の予想を出していきたいと思うんですが、その前に昨日行われました準優勝戦の結果を振り返っていきましょう。じゃん。9レース135、1号艇の新井選手の逃げで1490円、そして10レース241、2号艇の杉山選手差しが決まりました。8670円、いい配当ですね。124の組3連複は2番人気で300円の払い戻しだったんですが、2号艇の杉山選手差しが決まったということで8670円、配当がググッと上がりました。ボックス124持ってた方は美味しいですね。はい、そして11レースは156、1号艇の坂本選手が逃げ、2着争い混戦化し、5号艇6号艇ときまして、こちらも満州1490円。昨日の準優勝戦はご覧のような結果でした。はい、そして今日の優勝戦、私の予想なんですが、皆さんは普段船券を買うとき、そして予想するときに何を参考にしていますか？私はですね、各ボートレース場のホームページを見たりだとか、あとスポーツ新聞見たりするんですが、自分の中で一番大事にしているのが直前情報なんです。直前情報を見て、あ、このぐらいのスタートタイミングで行ったなとか、あと伸び足と回り足をよく見てるんですが、残念ながらこの動画を撮ってる時点ではまだ優勝戦の直前情報が出ていません。なのでどうしようかと考えた結果、今回は直感で予想することにしました。優勝戦、私の予想はこちら、フォーメーションで変えたいと思います。1着は1号艇の杉山選手が逃げるでしょう。2着は2号艇の坂本選手、そして3号艇の新井選手、3着は4号艇の吉田選手まで入れて、フォーメーション1号艇を軸に2着が2-3、そして3着が2-3-4、こちらは2000円ずつ4.8000円ですね。ともう一つ、1流し6、1号艇の杉山選手が逃げた後混戦化した場合ですね、6コースから宮野選手冷静に他の手をさばいて3着に絡んでくるんじゃないかなと考えました。1流し6、4点を各500円ずつ、合計全部で1万円となっています。ぜひ皆様参考にしてみてください。そしてですね、皆さんが普段船券を買うとき、船券の予想するときに何を参考にしてるか、コメントで教えていただけたら嬉しいです。コメントは次回の動画で拾っていきたいと思いますので、何でもいいです。今日の動画をご覧になった方はコメントいただければ嬉しいです。というわけで、私の10月10日優勝戦の予想でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。